プロサッカークラブを作ろうロードトゥーワールド年末特番はい、プロサッカークラブを作ろうロードトゥーワールドプロデューサーの宮崎です。本日もよろしくお願いします。今回の放送はですね、2021年最後の特番としてコンパクトに情報を詰め込んだちょっとショートなバージョンの放送になります。今回小島子さんいないんでちょっと寂しいですけれども、いろんな情報を持ってきているので楽しみにしてください。はい、それでは改めまして、この番組はスマートフォン向けアプリプロサッカークラブを作ろうロードトゥーワールドのゲームのさまざまな情報を発信する番組になります。今回の放送もですね、新型コロナウイルスの感染リスクを避けるためにスタジオの空気を換気する、密を避ける極力人を減らすなどの対策を行ってお送りいたします。よろしくお願いします。はい、サカツクもですね、もう早いもので、今年ももう年末ですけれども、今年の初めの頃からですね、ロードトゥーワールドというかサカツクシリーズとして25周年という大きなイベントを出させていただいたり、あと周年イベントですとか、あと旧アニバーサリーとかですね、今までないようなイベントとかもやってたりしました。今回ですね、また新しいアニバーサリーというか、いろんな今までやったことないようなイベントというのもこれから続々出てくると思いますので、楽しみにしていただければなと思っております。はい、それではですね、本日の番組のアジェンダをご紹介します。こちらどうぞ。はい、今回まず一つ目はコラボ、最新情報、サカツクのちょっと新しいチャレンジをしてみたコラボです。はい、あとバージョン 4.3.0 アップデート情報とイベントキャンペーン情報、視聴者プレゼント、視聴者プレゼントちょっとマニアックなものとかが出てくるので乞うご期待というところで、ぜひお楽しみにしてください。はい、それでは早速最初の情報に参りましょう。こちらです。コラボ最新情報、それではまずこちらをご覧ください。はい、なんとですね、皇帝と呼ばれたドイツのレジェンドベッケンバウアーがサカツクロードトゥーワールドに登場します。ベッケンバウアーといえば、結構僕も、ね、生きてる時っていうより直接見てないからなんですけど、調べるとやっぱりたどり着くのがベッケンバウアーで、ディフェンス最終ラインでこうリベロの走りになるようなね、伝説的な選手が登場します。今回ですね、オリバー・カーン選手がコラボしてた時のきっかけで、ベッケンバウアーさんともなんかこうやれる機会が出そうというところでチャレンジしたところ、実現に至ったというところで、はい、今回ようやく、登場になります。はい、ぜひお楽しみにしてください。はい、ではですね、早速、ベッケンバウアーの能力を紹介したいと思います。はい、こちらお願いします。今回、美しい姿勢、エレガントなボールさばき、常に冷静で的確な判断力、正確なパスワークというところを特徴にした、スキルの、実を持っています。新キャプテン特徴としてスターズの皇帝、新特徴としてはトータルマスターという、能力になっている形です。この選手はですね、センターバック と、ディフェンシブハーフ DMF のですね、適性を持っているので、また使い方が、それぞれ、いろいろバリエーションつけた、戦い方ができるかなというところです。はい、今回ですね、紹介したベッケンバウアーは12月15日から、実施されるスカウトで獲得可能です。もちろんですね、紹介した選手以外にもたくさんの選手が登場する予定ですので、詳しくはぜひですね、ゲーム内で確認してみてください。はい、続いてはこちらになります。はい、ここからは12月実装を予定しているバージョン 4.3.0 のアップデートについて詳しくお伝えしていきます。はい、バージョン 4.2.0 のアップデートを行いましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。結構楽しんでいただけましたかね。
はい、今回ですね、サカツクのオーナーさん皆さんがですね、より快適に楽しめるようにアップデートを、実施しています。はい、まず最初はですね、こちらのアップデート情報になります。どうぞ。2つなシステム、はい、まずは新たな機能としてですね、2つなシステムについて説明、したいと思います。はい、こちらをご覧ください。はい、2つなシステムとは、選手の設定、選手に設定された条件によってですね、ポイントを獲得して2つなを抽選で得られる、選手の個性を表現できる新しいシステムになります。2つなにはですね、特徴と同じように選手を強化する効果が付随しており、習得すると固有の能力を獲得できるという形です。また2つなはですね、上書きして習得することも可能です。ここで開発中のバージョンではありますが、実際に実機を操作しながらですね、2つなの機能を紹介していきたいと思います。はい、はい、では実機の方で説明したいと思います。今回の2つなのシステムはですね、選手の中で強化ができるという性になりますので、ちょっと流れをちょっと説明できればなと思います。はい、まずじゃあ久保選手でいってみましょうか。ここの強化を押すと、ステータス、ここにですね、2つなというシステムが出てきます。これちょっと補足なんですけれども、初期状態だと解放されてません。なので、覚醒を2回行った状態で解放されます。でポイントが貯まったら獲得可能という仕組みになります。で早速ですね、強化画面から遷移して習得をしてみましょうか。この2つなのところにある習得ボタン、習得ボタンを押すと、遺跡特訓と同じようなちょっと形かな、そこから、ポジション向きに2つながいくつか存在します。今フォワードだとこういった形、ミッドフィールダーだとこういった形、ディフェンダー、ゴールキーパーという感じで入っています。でこれ今まだ開発中なんで名前とかちょっと変わるかもしれないですけど、今こういった形です。で実際上級トレーナー FW 強化っていうのをやってみましょうかね。はい、これで決定をすると、勇敢なスコアラーというものがつきます。で、実際この選んで習得した内容というのは上書きもできます。再習得のボタンで、後ほどちょっと説明しますけれども、基本遺跡特訓と同じ挙動なので、どちらかにするかは、選べるみたいな感じの操作方法になります。はい、こんな感じですね。はい、でこの2つなの中身なんですけど、構成としてはスキルと特徴がつきます。ないやつもあります。当たりは3つついてる感じです。なので、これでそのポジションの選手に合ったものを、身につけていくことで能力の最大化が図れるというところ、これ結構新しく伸びしろになるのでちょっと楽しみかなというところですね。スキルも、プラスアルファで乗っけることができるので、はい、というところです。でこれちなみに上書きする場合はそうだな、この選手だといけるかな、入ってますね。はい、再習得というボタンがあるので、ここで、再習得でまた何を入れるか、ちょっとミッドフィルダーとか入れてみましょうか。そうするとここで再習得ができると。でどっちを取るかですね。はい、今回取得の2つ名を、破棄じゃなくて入れたい場合はこっちか。はい、これで入れ替わるというところで、どんどん新しい2つなとか入れ替えたりしてって、選手の能力を開発していくというところが一つ遊びのポイントになります。はい、今回の内容は以前生放送でフリップで新しい育成要素っていうところの一環です。はい、また今後も育成要素ってところ辺は引き続き入れていくと思いますので、まず皆さん遊んでみて、はい、感想をお聞かせ願えればなと思います。はい、その他にも細かい、改修や修正も実施予定です。順番に説明していきますので、スライドお願いします。はい、まずですね、リーグ戦から、
リーグ戦ではオート進行が初プレイ時に3年目以降から解放されます。またリーグ戦のオート進行設定に INTLC の設定を追加する形です。続いて CCT について、こちらは TP の上限回復を拡張して手動回復時の手動回復時のみ最大35まで回復できるようになりました。今までは時間回復が7までで手動回復が7までという感じだったんですけど、今回はですね、手動で回復した場合に限り35まで回復するというところで、結構7が最大だとオートプレイすぐ終わっちゃうんですよね。はい、なので、そういったところでより快適に遊べるようにというところの改修になります。はい、そしてさらにですね、細かい改修点を紹介したいと思います。スライドお願いします。はい、SWCC、こちらに関してはですね、決勝トーナメントで秘書ドラマをスキップして結果を確認できるようにしました。秘書ドラマは結果確認後に再生されます。これ以前から出てた結果見る前に秘書が話しちゃって答え分かっちゃっててなえるみたいなところらへん、すいません、ようやく解決しましたので、アップデートをさせていただいております。はい、またですね、決勝トーナメントの公平性を保つためにデッキ登録の期間中はですね、予選最後の試合で使ったデッキが固定表示されるようになりました。これもちょっと試験的な試みというか、結構そのデッキ登録期間中に対戦相手のデッキコロコロ変わってどっちで行くどっちで行くっていうのをギリギリまでやるっていう、戦いっていうのも一つ面白みではあるんですけど、あれ結構疲れるっていう声もあったりで、はい、ここの部分でこの回収を入れることで快適性が増すかっていうところら辺はちょっと、経過を見てみたいなというところでございます。はい、細かい回収や改善がメインとなるアップデートの内容は以上となります。今回ですね、またちょっと触ってみてですね、さっきのデッキ手前で変わるっていうところら辺とか実はあった方がいいとかね、そういうところはちょっと聞いてみたりしつつ、またアップデートを引き続きやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの気持ちをですね、SNS 等でアップしていただければ私たちは追いかけますので引き続きよろしくお願いします。はい、以上バージョン 4.3.0 アップデート情報でした。続いてのコーナーはこちらになります。はい、続いてはイベントキャンペーン情報です。スライドお願いします。はい、ご覧のようにですね、ゴールデンプライズアニバーサリーや年末年始のおなじみのログインボーナスや無料10連など家でゆっくり楽しめるイベントやキャンペーンでたっぷりサカツクロードトゥーワールドを楽しんでいただければなと思います。はい、今回ですね、キービジも一新して、はい、また旧アニバーサリーのようなイベント感、面白い、イベント盛りだくさんなので、はい、ぜひ遊んでもらえればなと思っております。はい、続いてスライドお願いします。今回もですね、放送配信を記念して素敵なプレゼントをご用意しました。スライド、はい、今回年末特番を記念して星5確定チケット、ちょっといつもです、いつもですけどね、はい、1枚プレゼント、こちらは12月の15日、水曜11時までに、アカウントを所持しているオーナーのさん全員にプレゼントをします。はい、続いてのプレゼントいきましょう。こちら、はい、これがまたまたレアなアイテムです。10月に実施されたですね、特別なコラボのレジェンドマッチで登場した、シジマール選手の直筆サインを、プレゼント、色紙ですね、はい、でプレゼントしたいと思います。コラボしている時にシジマール選手にサインもらえないですかみたいな話をすると、じゃあ出しましょうかという形で快く受け入れていただいたので、はい、プレゼントということになりました。はい、結構レアなアイテムなので募集、皆さんどしどしお待ちしております。はい、以上、視聴者プレゼントのコーナーでした。はい、あっという間にサカツクロードトゥーワールドの年末特番、エンディングのお時間がやってきました。今回ショート版でしたけれども、最後までご視聴していただきありがとうございます。今後ですけれども、来年また4月に、周年を迎えるというところと、まあ、その周年に向けてですね、新しい新イベントを用意しようかなというところら辺は、我々開発陣考えています。まあ、その先もですね、今年25周年サカツクイベントをやったんですけれども、26周年もやろうかなみたいなとことか、来年は
ワールドカップもありますからね、そういったタイミングで大きなお祭りを用意するっていうところへんも、考えておりますので、ぜひお楽しみにしておいてもらえればなと思います。はい、では短い時間ではありましたが、また来年の放送でお会いしましょう。本日はありがとうございました。